この世には星の数ほど人がいる。その中からたった一人の女を見つけ出すなんて、俺も因果な商売を選んだものだ。浅井瑞希22歳。俺は3週間前に失踪した彼女の捜索を婚約者の中久保圭一から依頼された。しかし未だに解決の見通しはなく、手がかりらしきものといえば彼女の部屋に残されたプラネタリウムの半券だけ。中久保です。その後瑞希のことで手がかりは？連絡待ってます。私だ、永泰堂のイリーナ。あんた星回り悪いよ。厄払いの仕方教えてやるから、たまには顔出しな。そうですか、やはり瑞希の手がかりは？今のところは。最近の彼女の様子に何か変わった点は？なかったと思います。少なくとも僕の目には瑞希はいつもと変わりない様子でした。ところで、あの夜のことをもう一度聞いておきたいんですが。ええ、何度でもお話しします。中久保さんと彼女はこの部屋でゲームをしていて、それでどうしたんですか？瑞希、コーヒー飲む？え、お願い。まず会社の身元調査から始めますか。もしもし、浅井ですけど。なあ、砂糖が見当たらないんだけど、どこにある？瑞希、瑞希、それっきりです。彼女、そんなに星が好きだったんですか？ええ、デートっていうと必ずプラネタリウムに行きたかったくらいですから。中久保さんはこれから？待ちますよ、瑞希を。いつまでも。悪い、相当悪いね。あんたこのままだと、とんでもない面倒に巻き込まれることになるよ。いや、もう巻き込まれてるか。バカバカしい、当てになるもんか。聞きたいんだろ、厄払いの方法。冗談じゃない、俺がいつ頼んだ？光る石だ。光る石を大切にしな。そいつがあんたに幸運をもたらす。光る石？光る石があんたに幸運をもたらすよ。